アイアコスを倒した一機だったが、次の瞬間パンドラの力によって謎の光に包まれ、ジュデッカへとテレポートさせられた。そこで一機が目にしたのは、冥王ハーデスと化したシュンの姿だった。この火のように熱いコスモ、とても懐かしい気がしたのは、この肉体に刻まれた記憶によるものか。シュン気安く呼ぶでない。一騎よ、お前の弟の肉体はハーデス様が現世に降臨なされる器に選ばれたのだ。そんな馬鹿げたことを誰が認めるか。シュン、俺だ、一騎だ、目を覚ませ。己、この後に及んでまだそのような戯言を言うか。引っ込んでいろ。俺は聖夜たちと違ってフェミニストじゃない。たとえ相手が女だろうと遠慮なくぶちかます。よく聞け、フェニックスよ。お前たちセイントがいかに必死になろうと、もはや無駄なことなのだ。地上は間もなく闇となる。なんだと。グレイテストエクリプス、世の大いなる力によって太陽系に属する星々すべてを一直線に並ぶように企てた。二度と日の光を見ることのない永遠の日食が訪れる。すべての命が死に絶える暗黒と凍土の世界に変わるのだ。分かったらこれ以上無益な血を流すでない。せめて安らかに死を待つがよい。それが事実ならじっとしていられるか。神の意志であろうと止めるしかあるまい。ハーデス、お前の命を絶ってな。この大バカ者が神に手を挙げるつもりか。パンドラ、好きにさせてやれ。この男は初めから死ぬつもりなのだ。さすがは世の肉体に選ばれたアンドロメダの兄よ。むしろ世直々に死を与えて使わすもよかろう。何？肉体が世の意志に逆らって動こうとしない。やはり死ぬ覚悟でハーデスを受け入れたのか。バカな、自分を犠牲にするとは。これではっきりしただろう。シュンは断じてハーデスの肉体として生まれたのではない。その星座の名のごとく、自らを犠牲にしてでも地上を守るアンドロメダのセイントだということか。兄さん、今だよ。思ったよりも甘い男よな、フェニックス。弟を殺すことはできんか。もはやこの肉体は完全に世のものとなった。バンドラ、その男の体を丁重に始末いたせ。はい、では失礼いたします。誰だ、そこにいるのは。ハーデス、お命頂戴する。待ちなさい、シャカ。あれはシュンではありませんか。手出しはなりません。シャカ、それにアテナ。ハーデス、どうかお願いします。グレイテストエクリプスを止めてください。たとえ我が身に変えても、どうか。神話の時代から争ってきたあなたに頭を下げられるとは。よかろう。シャカ、そこの槍でアテナを刺し殺せ。どうした、アテナの望みなのだぞ。喜んでさせ。喜んで刺しましょう、ハーデス。あなたにならば。なりません、シャカ。シャカは行儀の良い男と聞いていたが、神に槍先を向けるとは言語道断。先にお前から始末してくれる。ハーデス、あなたの目的は私のはずです。グレイテストエクリプスを止めるまで、生きとし生けるすべての命は私が守ります。なんだこ
これは熱い。このコスモは感じる。私のコスモを受けて旬のコスモがよみがえろうとしている。目覚めなさい旬。あなたの肉体を救うハーデスを追い出すのです。バカな旬の肉体がこのハーデスの魂を拒むとは。あとわずかで地上が暗黒と化すというのに。このまま引き下がるわけにはいかん。この上は世と同じように。アテナ、あなたの肉体にも崩壊してもらうまでだ。